こんにちは。今日はですね、無印で買い物をしてきたので紹介しようかなと思います。紹介、お見せしようかなと思います。で、今日はですね、キッチン道具といいますか、キッチン周りで使うものを買ってきました。いろいろとね。で、新しい商品というか、見たことない商品だったので、ちょっと気になって買ってみました。早速ちょっとね、紹介していこうかなと思うんですけども、ちょっと近くで見せながら紹介しようかな。どうしましょう。近くで見せましょうか。はい、では早速1個ずつ出していこうかなと思います。まずこちらフリーザバッグの大と小ですかね。はい。で、僕料理を普段してるので、まあ食材とか余った料理とかを保存するときによくフリーザバッグ使うんですけども、一回出しましょうか。こんな感じですね。大がこんな感じで、小がこんな感じです。はい。まあ普通のフリーザバッグよりちょっと横長な感じでしょうか。せやね、横長やね。で、まあこれの特徴としましては、底の部分がマチがあって、自立できるようになっているっていう感じですかね。なんで、まあ自立してこうやって一個ずつこの縦に収納することができるっていうのが、まあ特徴かなっていうふうには思います。はい。まああとは、まあ特に他のフリーザバッグとは変わらないかなっていう感じでしょうか。で、ここにもマジックペンでメモできるところもありますし、はい、まあまあいいんではないでしょうか。で、僕普段はですね、ジップロックのやつを使ってて、ちょっと比較してみますか。ちょっと待ってね。よいしょ。で、ジップロックのやつは台がこんな感じ、小がこんな感じですね。まあ、ジップロックの方が縦長な感じになってて、で、そこにはマチがないので、まあ自立することはできないですね。横にして収納するっていう感じでしょうかね。まあ違いっていう、そのぐらいかな。はい。まああとはこのデザインがあるかないかの違いですかね。よいしょ。では次、こちらキッチンダスターですね。白とグレーのやつ買いました。まあキッチンダスターって言ったらちょっと分かりづらいと思うんですけど、布巾ですね、布巾。うん。これもね、多分見たことないっていうか、多分新しい新商品だと思うんですが、こんな感じですね。はい。まあどこにでもあるような感じの布巾になっております。白はこんな感じかな。よいしょ。で、大きさとしても、まあ普段よく見る布巾と同じ大きさですね。うん。注意事項のところに、本商品は食器布巾としての実用性がありませんので、食器布巾としてのご使用は、避けてくださいっていう風に書いてあります。うん。でも見た感じ全然ね、使えそうですけど、食器布巾としてね、なんでなんでしょうか。まあちょっと一回使ってみて、良ければ今後もこれを買っていこうかなと思います。ちょっと一回濡らしてみる。うん。まあまあ丈夫、まあいつも知ってるような布巾と同じような感じで丈夫ですし、まあ
全然あの食器拭いたりするのにも全然使えるとは思うんですけど、ね、この感じで多分使えそうな気がしますけど、なんでなんでしょうかね。まあまあ良ければ今後も買っていこうかなと思います。あ、いらっしゃったな。これ使っていくか。よいしょ。はい。まあ別に特にね、普段っていうか100均にあるやつと変わんないんで、100均ってもいっちゃいいんですけど、ね、でもこれどう収納っていうか、この紙にくるまってるんですけど、これどうやって収納っていうか置いとこうかな。これどうしましょう。箱がないんですね、これね。ちょっとこれ残念ですけど、はい。で次がこれも新しいやつかな。紙製水切り袋ですね。まあ、キッチンとかの、 あの生ゴミを捨てるときに入れる袋といえば良いんでしょうか。ですね、まあね、この袋もあの使えるみたいなんですけども、ね、こんな感じ。まあ、僕普段はですね、あの先に塗ってあるやつかな、これ、これ先に塗ってあるやつを使ってたんですけども、まあ、無印で同じようなやつがあったので買ってみました。んで、紙製なんですけども、あの耐水のあるやつで、まあ、あの破れにくい紙っていう風に書いてあります。はい。まあまあね、あのすごくね、あの見た目がシンプルで、うん、全然なんかおしゃれでいいかなと思ったんですけども、実際こうやって見てみると、ここの口の部分がちょっと狭いかなっていう感じですね。うん。で、あとはね、あのこの水とか水分とかを出すようなこの穴も、まあ、ちょっと数少ないかな。こっち結構ね、無数にたくさんあるんですけども、ちっちゃい穴が。こっちはですね、まあまあ穴はあるんですけど、数が、ね、ポツポツポツしかなくて、大丈夫かなってちょっと不安にはなりますけども、まあ多分使えるんでしょう。はい。まあ、ちょっとね、この口が狭いから生ゴミとかちょっと入れるのがちょっと苦労っていうか、ちょっとね難しいような気がしますけど、ちょっと一回使ってみようかな。うん。で使ってみて、これも良ければ今後も買っていこうかなと思います。はい。てなわけで一通り紹介したんですが、さっきあのホームページですかね、あの無印のやつをちょっと見たんですが、3つともどれもあの新商品みたいですね。うん。で、まあこれちょっと使い続けてみて、良ければ今後もね買っていこうかなと思うんですが、まああの100均にもですね、まあ、同じような商品あるので、まあ正直100均でもいいかなと思ったりはします、正直ね。うん。まああの無印好きなんでね、もしよければね、無印の使いたいなと思うんですが、どうなんでしょう。まああのまた使ってみた感想とかも今後動画で紹介するかもしれませんが、はい。てな感じで以上。